やべ、取られてると思ってさ、電波がステーキがさ、コロコロ取られてないと思ってさ、なんか、あ、来た来た、今の、なんか紫色してたね、今さっきまで白いのだったんですよ、紫色してたよ、色がいろいろな、あ、紫のとか肉眼で見たことなかったな、写真とかでは見るけどさ、店が早く閉まるから、多分あの工場とかも早く閉まってんだよね、きっと。だから、あの夜涼しい。夜24度。なんで去年とかまでだったらさ、夜も30度とかしてたのにさ、24度って、うん、本当はそんな涼しくなれるんじゃんねんって。だって24度ってエアコンつけてるのと同じ温度だからね。エアコンつけないでその温度でできるってことだからさ、全然違うよね。だから工場が休めば電力が少なくて済むってわけよ。工場を休ませて、いや、あの稼働をちょっと夜稼働をやめた会社に対してなんか補助するとかさ、そうすればいいじゃん。補助金出すとかさ、その分だから売り上げはちょっと変わっちゃうかもしれないけど、その分電力、だお店とかに関してもさ、ちょっと補助金出して、まあでもやめたら、その夜営業し、夜早い時間に閉めて夜遅くまで営業しないことによって、あの節電になるし、人件費も削減できるから、まあ、安く済んでるかもしれないけど、ただでも今あの無人化してるから、そんなに人件費もかからなくなってきてるから、あんまり変わらないかもしれない。ただ電気代とは変わると思うけど、うん、電気代ぐらいだよね。でどっちみちさ、スーパーとかだとしたら冷蔵庫とかずっとつけっぱなしだしさ、あんまりでも変わらないような気がする。工場とかは思い切り違うかもしれないけど、でもあの車の工場なんかどうなんだろう。車なんかさ、ホンダとかさ、24時間で交代制でさ、夜中もあって、なんでそんな夜中もやる必要あるんだろうって。なんでそんな夜中もそんな生産すんのって。不思議でしょうがないな。あの、ホンダの工場のさ、近くで働い、はあ、じゃあ住んでた時さ、ホンダの、近くはないけどさ、よく近くないけど、そのホンダの工場のとこさ、通るとさ、その真っ青な顔の人がさ、なんか歩いて、よくさ、会社から出てくる人が真っ青な顔してさ、あの帰っていくところ、まあ寮とかに住んでるんだろうけどさ、寮に帰っていくんだろうけどさ、真っ青な顔してさ、だから同じ住み込みでもさ大変だね。なんかさ、あの仲居とかめちゃ楽だけどさ、まあそれでもちょっと労働時間が長かったりするけど、工場とか三交代制とかちょっとやってられんだな。あの、なんか感じかな。止めちゃった。ピカッとなったとこで。光って。
とこ止め、またいいとこ止めてるのかな。電波が意識に働いてスイッチを押してしまったんだ今。だからストップボタンを押してしまった。電気が折れてきた時に人間は別の行動を取ってしまうってことで、スイッチが、中のスイッチが、中のスイッチが働いてしまった。雷電気の、だから電波が折れてきた。なんかスイッチが入ってしまう。電波が降りてくる、それもあるよね。だ電気の力が強ければ、意志の力、意志から発生する電波が強ければ、自分がこう意志を決定して動こうと思った時、そこに電気が集まって、でそれに呼ばれて電気が下から上から降りてくる。そうですね、そういうことです。そういうこともあると思うよ。だってなんかラッポ現象とかも起きればなんて、ラッポ現象とか、最近は壊れなかったけど、アパートとかでエアコンとかめちゃ壊れたら、よく壊れた。僕なんか、ね、電気信号走ってんだよね、なんかノウハウがさ。みんななんか誰でもそうだと思うけどさ、特にさ、すげえなんか、すげえ今ね、なんかすげえなんか、まあね、発せる電気が、その発してる電気でさ、やっぱさ、それを蓄電する方法があればいいよね、やっぱ。すごいよね、でもさ。体を、まあ、動かした方のは電気は発生すると思うけど、あえてそれ考えるだけでも電波は発生する。こっち、あ、うん、ちょっと寄ってくるね。ラップ現象、そしてガラスとか、なんか夜中にさ、ガラスでバリンって割れたりとかさ。でもあれはね、加熱してたから、加熱してたガラスのポットが割れたに過ぎないんだけど、でも夜中にいきなり割れると、ちょっとあれ、自分の魔力かなとか思っちゃうよね。自分の魔力でガラス割ったかなとか思ったよ、その時。まあ、軽く、まあ、そういうこと言うと、あの電気とつながってさ、そういう意識が働くと、電気とつながる。電気が、なんでしょうね、手汁が出てると、やっぱ水含んでると電気が伝わりやすいとかもあるかな。手汁で汗とか、どうだっけ。